って旅をしてこんにちは、あかりです。本日はですね、こんちゃんにドッキリを仕掛けていく回となります。いや、私ね、その前回のドッキリでちょっと反省をしたんですよ。演技下手だなと思って。でも私一つだけめちゃくちゃ上手な演技があって、たぬき寝入りめっちゃ上手なんですよ。なんでたぬき寝入りが使えるドッキリをしようと考えまして、あるドッキリを見つけました。題して、彼女が彼女がお昼寝中に知らない男の名前を言ったらどうするのか、ドッキリー。噛んだ。肝心のですね、男の人の名前なんですけど、めっちゃ悩んで、今回はりょうちゃんで行こうかなと思います。こちらですね、私の推しのりょうちゃんになります。はい、かっこいい。りょうちゃんが見守ってくれる中、りょうって呼ばせて。ちょっとるちゃん。やべ、ただのキモいやつだって。ここで見守っててもらおう。いや、なんかね、車新しくしたらね、保険だとか部品の取り付けだとか、なんかすごいいろいろあって、今日ねすごい忙しそうで、もうちょっとかかりそうなので、はい、とりあえず待とうと思います。なんか寝言言ってたよ、あいちゃん。本当？うん。りょうって言ってた。なんだろう。りょうの夢見てたのかな。りょう？なんかどんな夢見てたの？すごいいい感じだった気がする。高校の頃の先輩にもそういえばりょうっていたから、あの人の夢見てたのかな。なんかそんな気がしてきた。高校の頃の先輩？そう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 。すごい憧れてて、なんかすごい花園みたいな、すごい華やかな感じの話だった。話怖いんだよ。何？よかったの、うん、楽しかったの、うん、よかったな。よかった。おう、もう一回寝るか。もう一回寝る。一回寝ようかな。あ、なあ、もう寝や。そうするわ。なあ、でも変な夢とかじゃなかったよ。おう、なんか浮気とかもしてないし。あ、別にまあ聞いてもないけど。あ、ほんとに。そっか。まあ大丈夫、寝とけ。そう。うん、俺ちょっとなんかあれしてるわ、その間に。Mm-hmm.
しい。なんか言ってたね、また本当？おう、トシーって言ってたね。トシーって言ってた？うん。え、本当に？おう。なんだろう、誰？今度は誰？もう手には届かない素敵な人の名前。そうか。なんだよ。なんだよ。そうか。何？何？何見とるの？何が？私を見ろよ。何をしたいのかわからない俺には怖い。なんやねんマジで、なんやねん、趣旨がわからんかった。彼女が寝てる時に知らない男の人の名前を呼んだら、はいはい、彼はどういう反応するかっていう、あ、そういうこと、ドッキリをしてて、ああ夢の中ではデートしてた。何しとったん？そう、浜辺を一緒に手つないで歩いてた。渋っ。渋ね。あ、きっとりょうちゃんはそうだもん。何りょうちゃん、最高りょうか。りょうちゃんって言ったらわかるわ。歳三はバレちゃったから。歳三はバレるやろ。笑っちゃったんだよね、絶対バレるわと思って。じゃあ早かったんだよ。ワースト3に入りました。過去ワースト3に入りました。りょうちゃん、彼ってくんのが表に早かった。なんで俺が悪いみたいになったんだよ。知らんから、そんな俺だってなんか頑張って行ってきて戻ってきたらなんか。というわけでね、はい、謎にドッキリを仕掛けられてたということで。ワンちゃん可愛いね、これ。何が、はい、そう、ワンちゃんね、うん、そう、新しい服、古着で買ったの、これ可愛い、ね、1000円の、可愛いね、いいじゃん。どうでもいい。ワンちゃん今どうでも。というわけでですね、はい、もうドッキリやめたらと思って、高評価とチャンネル登録。センスなさすぎて。タヌキ出入りはでもすごい上手だったと思う。じゃあ上手だったでしょ。何がタヌキ出入り。まだ寝るだけやから。違う。それではまた次回。バイバイ。